見れた。おはさるさる、おはよう、おはよう、おはよう。あ、ママ。コーヒーさん、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 ありがとうです。ありがとう、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 ありがとう。ママからコーヒーが届きました。ありがとうございます。グッモーニング。おはようございます。ごまがみなんですけど、まあ、気にしなくていいかな。おはよう。あ、朝から元気に叫びました。天使さん。さやちゃんおはよう。今日も可愛いよ。ありがとう。おはやさらりえさんです。ありがとう。ハウェイチもありがとう。ありがとう。ありがとう。ありままと。パジャマかわいい。今日はあれだよ。うさぎのパジャマだよ。パッ。うさぎさん。あ、2期生合格に、に、に。2周年おめでとう、ありがとうございます。今日はですね、2期生オーディションが2年前にありました。2年前の今日この時ですよ。本当にやっべえですよね。やっべえですな。もう2年も前ですよ。可愛いってあげる人ありがとう。おはようございます。みんな今日も会いにありがとう。ラッカーおめでとう、ありがとう。いや早すぎますよ。へえ、なんでこんなに時が経つのは早いんだ。おはさる、そしておめでとう、ありがとう。虫発言、そうなんだよ。そこの地として有名だよね。昨日大塚のなみちゃんが、さらちゃんは昔から可愛かったと言っていて、嘘だ。今も可愛くないよ。昔っていうか、ななみはマジで変わらない。今日も可愛げだね。ありがとう。ウッキーウッキー。虫の、あのね、虫発言とは、私は、去年、そして一昨年の2年前の今日、2期生オーディションがあって、3次オーディション、最終オーディションがあって、その時に、おじやの魅力って何ですかって聞かれた時に、サラが自分で、虫がいっぱいいて、みたいなことを答えたところだけがピックアップされて、テレビに映っちゃったんですよ。歌とかダンスとかじゃなくて、そう、その虫が得意な方が多いですみたいな、そこだけ、そこを切り取ったの、どう思います？そう、編集で、ほんとだよ。おじやの人ね、すごくとばっちりを受けちゃった、申し訳ねえ。そう、虫、サラはエントリーナンバー11番でした。はい、そうそう、名言ですか、11番でした。うん、うまみ。みなちゃんの弟ね、ほんと、多分ね、見つけたとかじゃなくて、この子変だよっていう感じで多分見つけたんだと思います。この子なんか変じゃないっていう感じで、みなちゃんの弟、弟が見つけたんだと思います。ハラ、おはよう、おはよう。
配信イベントゆうちゃんのところにサラゲストの、そうです、配信イベントはですね、ゆうの応援ゲストということで、ゲストというか応援団ということでですね、私の得意分野応援という部分をね頑張っていきたいと思います。向こうの応援団、ちかなちゃんの応援団ははるかなのでね、負けないように、しかも10人当たるのでいっぱいコメントが読めるなと思うので、ぜひ皆さん、おじゃの人虫が得意、申し訳ねえですね、本当に全員が全員得意ってわけじゃないですよ皆さん、嫌いな方もいるかもしれない。ママが作ったコーヒー美味しい、美味しいですよ、乾杯、乾、みなちゃんの弟さんに見つかっちゃ、見つかっちゃったね。今日僕の誕生日、おめでとう、すごくいい日、おめでとう。そこからそこからの成長が著しい。本当ですか？嘘。ありがとう。あれ10人しか見えないの？多分わからない、ちょっともう一回見てください。多分10人だと思う。食べる応援、食べれないけどね、一緒にいないけど、見て食べたいなって。今日もコーヒー、そうです、おはようございます、おはよう。虫大嫌い、そうね、だいたいそうです。おはよう、おはよう、声おかしくない？声は朝おかしいです。駅前の地下道で虫が得意になってしまったから。そうなの？そんなにいっぱいいるの？サラちゃんにコーヒーの CM 出演してほしい。したい！プハー、大人の味。大人の味、なんて書こうとか、プレミアムコーヒー。選ばれた10人ってどんなことをするね？多分コメントをたくさんすると思います。そしたら、ここショールームみたいな。でも多分ショールームはたくさんいるから流れていっちゃうけど、10人いるのでたくさん読めると思います。そのイベントだと虫は結構得意でした。って頑張って当てる。あー見てね、当たる気がしない。当たるよ。昨日滝沢ベーカリー聞いたことある？お皿ダンゴムシ集めて、そう、お皿カナヘビ集めてました。トカゲみたいなの、学校でなんか飼ってた時期があって、あとね、カブトムシが家にいたよ、なぜか。あとママがヤドカリ好きでね、ヤドちゃんとカリちゃんってつけた気がする。多分今日確かカエリちゃんとヤヒコが辛いラーメン食べるらしい。絶対嫌だ。辛いラーメンなんてさ、なんで食べちゃうの？でもヤヒは辛いのが好きか。田舎は虫と共存しなきゃいかんか。そうなんだよね、嫌いでもいるの。でも嫌いじゃないけど、嫌いだけど、あの嫌いじゃない。地下道の虫、マンマンさんが言ってた。え、そうなの？あ、駅の。かつて AK ビンゴでゲテモノ、あ、食べるのはちょっとね。食べるのはちょっとね。おさら遅刻してごめん。いや、どうぞ、いらっしゃい。お皿はいつもコメントいっぱい読んでくれるから、ありがとう。あら、奇遇。奇遇って読めたわ。サラルームで10人、いや、わからない。多分結構でも、全体で10人なのかな。やだちゃん、かりちゃん。辛いのダメ？ダメですね。それともゆうちゃんルーム？いや、わからない。わからない。なんだろうね。見てみようっと。10人限定。なんなんだろうね。抽選で、あ、各配信10名だということなので、
各配信10名らしい。あのなんだっけ、サラのルームで10名様、ユンのルームで10名様、チカナの配信で10名様、ハルカの配信で10名様みたいな感じらしいです。はい、あ、NCT のアカウントのルームかも。あ、え、でもなんか各配信って書いてあったんですよ。てて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 あとと思いの三男、にちゃん思いのよちょ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 弟思いの長男、にちゃん思いの三男、自分が一番次男、団子三兄弟。まあちょっといい具合に頑張っていただいて詳しく教えて。あれですね、あのね、え、間違えた間違えた間違えた、NGT モバイル会員様の限定オンラインイベントを開催します。NGT で。AKB って言った NGT。5月15日の20時から21時の間、21時に、料理の鉄女、鉄女という番組というか、というものをね、私、安藤ちかな、富永優、大越はるか、小宮山さるでやるんですけど、その時にそれをですね、ショールームでやるんですけど、NGT、あ、明日、あ、今日か。じゃあ今日、NGT モバイルでスタートする NGT ルーレットにチャレンジして、スペシャル待ち受けを、スペシャル待ち受けをゲットされた中から、各配信10名様にオンラインイベント視聴券をプレゼントいたします。だそうです。現在開催中の NGT ルーレットいちご狩りバージョンではご応募できないみたいなんですけど、はい。あの、料理ですね。大声じゃなくて、あの、安藤さんとあの、富永さんが、あの、料理対決みたいな。でも、実際に食べることはできないんですけど、そうですね。お母さん系アイドルと彼女系、あ、間違ったわ。彼女にしたい系アイドル、富永優というね。お母さんにしたいアイドルは安藤ちかなということで。その応援団が、安藤ちかなの応援団は小越はるかで、優の応援団がサラで、4人で配信させていただきます。はい。わかったかな？よくわかんないか。各配信10名なので、はい、ゆうちゃん僕の嫁か、応援、そう、応援です。お皿はですね、あー、どうしよう、お皿は、お皿は、お皿は、そうですね、お猿にしたい系アイドルですね。はっ、見たいな、見てください。10人しか見れないのか。あ、でも各配信10人だから。コミトミ頑張って、頑張りまーす。やっぱりね、ゆったんは、すごく料理上手。でも、チカナタムも料理上手だから。はるかタムの応援によるよね。はるちゃん、おはよう、おはよう。わかりました。ぜひ見に来てください。お案内の秘策ありますか？あります。お猿にしたい系、そう、お猿にしたい系アイドルなんてありますか？あるよ。応援って何するんだ？応援でーす。お猿は俺の孫。孫にしたい系アイドル？孫、確かに。あのね、よく思うんですよ、私。自分を、サラを、自分が男の子で、サラを彼女にしたら、すんごくめんどくさいなって思う。あはっ！チカナと村長はビジネス不仲。そうね、ほんとは仲いいけどね。今日はウサギだけどね。今日はウサギよ。見て見て。
水玉うさぎやで。頑張って食レポ。見た目だけだけどね。ファンの年齢層だから孫にしたいキャイドだから。サラちゃんは友達になりたい。おう、同級生にしたい系アイドル。メンバーのモノマネで応援しなよ。そうね、じゃあロバにはロバで仲間で応援しないといけないかもね。ロバさん、ゆうたん、ゆうたん、おはよう、おはよう。自分で言うかよ。自分で、だってさ、うるさそうだね。確かに。おさらは妹枠、妹枠、妹にしたい系アイドル。おはよう、さらちゃん、おはよう。わきわき体操するの、ゆうちゃんの。あれさ、よくわからないんだよね。わきわきみたいな。あれ、なに？さらちゃんは、めいっこ枠。まあ、とりあえずね、なんかちょっと、なんか、とりあえず下の子になりますよね。はるちゃんがちかなちゃんの心を乱す。乱すって読むの。と、ゆうちゃんに、正気十分あるね。そうね。二人が喧嘩してる間にゆうがパパパパパって作って、はい、出来上がりって言うかもしれない。娘でもいい。娘にしたい系アイドル。イエーイ。可愛がってください。何にせよ。クラスで好きな女の子に、好きな女の子に代理告白してもらうキャラのサラちゃん。そういう男の子だとして、あいつに告白してこいよ。ちょ、してこいよ、やばい。してきて。これ渡してっていう感じの男の子。サラちゃんメイド服着てもらえない。持ってないですわ。ウキウキ体操は、無言がひ、あ、そうなんだ。じゃあダメじゃん。サラさっきからやってるの。絶対に妹系アイドルですね、サラちゃん。本当ですか？イエーイ、可愛がってねー。わきわき体操で応援。あれ、わからないんだって。母上も、かゆかゆ。お皿の扱い大変かな。きっと大変。でもさあもママの扱い大変だから、きっとね。ゴブゴブ。ハルルの裏で生かされてるかも。お前は全力で、わからねえ。サラが出るなら頑張るが、ぜひ、見てください。サラちゃんおはよう、おはよう。おサラはガチ妹に似てるので、妹さん、双子かな。おサラは頭ポンポンしたい系アイドル。ポンポンしてください。あは。サラちゃんおはよう、おはよう。課題。あ、めっちゃ出たの？モリモリ出たって。やばい。この年になると年上の年代アイドルがいないとか、ピエン。ああ大丈夫。でも、サラもう最近、自分が年を、何？年齢が上になってきたのを感じます。そう。ああ、かわいい。ありがとう。勉強教えてください。応援団長頑張れ。頑張ります。おはよう。最近すごく年が上になったというか、大人になったのを感じるんです。どうしたらいいんだ。おぉ。はらちゃん、天使、ありがとう。その会社で今日も仕事頑張って。お菓子食べながらゆうちゃんへ。そうね。だからご飯を片手にゆうちゃんの配信を。今劇場に出たプレゼント送っても受け取られるのかな。どうかな、送られてくるのかな。でもすごく毎回プレゼントをくださる方とか本当に嬉しいです。ありがとうございます。使わせてもらってるのもね、たくさんあるんですよ。あとファンレターもちゃんと一つ残らず、一つ残らずあるので、一つ残らずあるので、ぜひ皆さんありがとうございます。限定だから当たらないと厳しいな。確かに。高校、そうなの。いや、早すぎとかじゃなくて、なんか違うの。なんか、例えば、私は前までちびまる子ちゃんさえも自分よりも年上だと思ってたし、ドラえもんののび太くんなんてもっと年上だと思ってたのに、なんかもう最近はのび太くんなんかもうちっちゃいし、そうだし、ちびまる子ちゃんなんかもうちびだし、私、あと例えばテレビとか、ドラマとか、
の出ている子役さんとか、子役だと思ってた子たちが、え？みたいな、同い年だっけ？みたいな感じで止まっちゃってるんですよ。そう、なんかね、高校生とかじゃないですか、もう。ってことは、なんか学園ドラマとかでも、そう、なんかさ、結構そのこの年代って、でも2004年の時代来てると思うんですよ。どう思いますか？いやー、もう。そうね、学年下に戻ったわ。えひ。おはよう、おはよう。ラブラーが再開するまで受け付けない、受け付けしないかと。あ、そうか。わかる気がします。わかる？いや、もう急にみんなさ、年下になるんだもん。怖い。こんな調子で、どんどんみんなが年下になっていくのかなって思います。気づいたら、あれ？この子って年下だっけ？みたいな。前のこの人と同い年だ。みたいな。そうね、芦田愛菜さんとか。愛菜さん。同い年なんですけど、いや、私たちの時代ってすごいですよね。黄金期だと思います。子役さんの。いや、めちゃめちゃいますよ。だって、まあ、確かにテレビに出てるから、もう止まってるんですよ、私は。芦田愛菜ちゃん？もう、もう、5、6歳とか、小学校1年生とかで止まってるけど、今もう蓋を開けてみたら、めちゃめちゃ大人になっていらっしゃるし。同い年の有名人ですか？同い年はですね、子役の方がたくさんいますよ。芦田愛菜ちゃん、鈴木福くん、セイランちゃん、カノンちゃん、あとリオちゃんっていう子もいますよね。そうね、あと2004年って本当にいっぱいいると思うんですよ。どう思いますか？だから2004年の、だから違う。そうですね、黄金期だと思うんですよ。あと、ね、調べたら2004年のそのアイドルさんとか、そう、子役とか、あと韓国アイドルも2004年がとても多くて、まさかの2004年の時代が来てるんじゃないかと、今ここに、こんにちは、ということで、なってるんですよ。48グループの同い年って誰？ 48 グループ、ああ、渡辺あかりちゃんとか、馬場さやかちゃんも同い年か。ちゃんとか言わない。先輩なんだから。3。ババさん、渡辺あかりさんとか。2004年、最近ですか？黄金伝説。黄金伝説知ってるよ。2004年、そう、だからすごくびっくりした。そんなにいっぱいいたのかって思ってる。あ、もう時間じゃないかーい。ということで。はい、ちょっと一回準備をするですね。イエーイ。今日の曲はこちらだ。今日も踊るよ。小宮山時代、黄金伝説、今日も。はい、それではミュージックスタート。あ、消えた。さりげない気持ちだけでは届かない。
私がユニットシャッフルしたらしたいと言っていたユニットをできました。ありがとうございます。はい、やった、できたわ。見てくださってありがとうございます。楽しかった、またやりたいのに。はい、ありがとう。またね、ぜひね。あ、おはようみなち、イエーイ。はい、もう絶対、はい、絶対やりたい。劇場でね、いち早く見られるように私もね、頑張りたいと思います。頑張るガッツポーズ、頑張るガッツポーズ、ありがとうございます。はい、それでですね、この配信はもう終わっちゃうんですけど、はい、今日の、あ、ちょちょちょ、ぜひね、フォローしていない方はぜひフォローしてください。イエーイ。配信ありがとうございました。またねー。あ、バイバーイ。じゃあねー。